これ丸飲みされちゃった。でっかい。よし、これで何へん。ここね、結構ガビガビに滑りやすくて、であと泥がこんな感じなんでね、まあたまたまもらったやつですけど、ディーパーの防水バッグがねちょうどいい。結構ね、こう床にこう滑りやすい、なんつうのかな、置いてで帰った後にまあ水でバーッとね洗ったりしやすいでしょうね。いやースパイクが正解だったな。ちょっとフェルト底だとね、泥をそのまんま食らってちょっとずっこけそうになるんだけど、で岸に近寄る前に、よっしゃ、でかいぞ。よっしょ、おお、アモリカグイのでかいのが来た。でっけ、やったー。あー、いたよ。はーい、これ丸飲みされちゃった。でっかい。おお、これはいいサイズ。丸飲み、パルスコット丸飲みですよ。うふう、やったぜ。はい、パルスコットのねジュニアサイズに来ましたよ。いやー、飲み込まれてたけどね、ペンチで下のは出ましたが、こんな感じ。おー、取れちゃったけど、はーい、いいサイズ、ね。じゃあサイズ測ってみましょう。はい、サイズはおよそ45センチほど。はい、タックルはね、これまたロデオクラフトのホワイトウルフ17ポンドにジニアスプロジェクトのグラビアスで、フロロカーボンの16ポンドライン、こんな感じでね。まあ、ポッパーなんか、まあ、フロロだからどうとかなんとかってあんまりな、沈んだら沈んだアクションも食わせのアクションじゃないかななんて思って、もうスナップもつけずにこんな感じで、でこうポコポコやってたら、今ね、あれ、バス近づいたなってのが見えて、でちょっくらポーズを入れたらね、ハフってね、そのまんま躊躇なく食ってくれました。で、まあ竿のパワーがこれ17ポンドクラスって結構、この上に20ポンドってあるんですけど、ちょっと強めの竿だから45近くあったけど、ああいうサイズもね、そのまんまテンション抜かずに抜き上げてね、捕獲することができたんで、
あとはもう手首を柔らかく、繊細なティップだと結構ねネチネチアクションも17ポンドといっても入れやすくて、なんて言うんだろう、往年のねトップ X みたいなサイズがねパルスコットジュニア、ほんとネチ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 ポコってね、こうなんか誘いを入れられてるような感じがします。まあ竿とかが硬い分手首を柔らかく使ってやって、優しくネチネチアクションを入れてやってたら、結構ね短い時間で今2匹ね釣れたから、まあまあまあ悪くないんじゃないかななんて思いますけど、なんか仲間がボイルしてんじゃないの勘違いアクション。たまにゴボボボボなんて言ってると、あれ仲間がボイルしてるよなんて思ってね、もしかしたら見に来てくれてるのかもしれない。でも基本はチュプッチュプッで誘って食わしてるんですけど、たまにゴボッと。グラビアス、これね深水スプールの方だけど、このぐらいの重さがあるルアーだったら、まあ、ベイトフィネスではないんですけど無振動ブレーキで結構ねスーッて飛んでってくれるからね。で何やらね2020年モデルということで、カラーリングとかがね若干変更になったモデルが今買えるみたいなんで、結構ね1台あるとこういうプラグの釣りからね普段やってるワームの釣りとかまでで、返すプールが最初からついてきてくれるので、結構ねお買い得感満載なんですよ。夏のこういう日暮らしの泣く時間はねやっぱりトップウォーターに限りますよね。ワームで日中厳しい時間をなんとかこうしのいで、で、ああやっと暑さが和らいだってこんぐらいの時間にねバスもねほっとしてかわかんないけど、まあ夕方のお食事時なのか警戒心を解いてね、こういうトップウォーターとかにも果敢にアタックしてくれるので、はい、お疲れ様です。結局ねちょっと暗くなるまでやっちゃったんですけども、これから片付けて帰り道、いやーちょっとね山を登っていくんで、これは真っ暗闇になるぞっていう時に、これねディーパーから出ているサバイバルキット、これがねあのモバイルバッテリーでね一応予備電池として持ってきたんだけど、暗くなった時はこんな感じでね超明るいランタンとして使えるの でこれでこう足元ね照らして、帰ろうかななんて思うんですけども、このスーパー明るいモードとサーチライトモードね、こんな結構ね強力な、暗ければね暗くなるほどね効いてくるんだけど、これがね思いのほか便利なんで、またご紹介ということで、まあディパーからもねあの上げたランタンちょっと説明してよなんていうねあのメールが来てたんで、まあせっかくこんな感じで遅くまでやったんで、片付けの時なんかもねこう照らしておくのにもすごいねあの明るい光が手に入るんで、忘れ物なんかのね最終チェックなんかもバッチリだし、じゃあねまあまあいい釣りもできたんで、ホクホクで帰っていきたいと思います。パワーランタン、忘れ物はないね。いや真っ黒、まあこのランタンの威力こんな感じでね、結構ね明るいよ。で普段まあ歩くときはこの足元全体的に照らすモードなんかがいいんじゃないかな。忘れ物なし、ゴミなし、えい、オッケー。じゃあ山を登って行きたいと思いますよ。よいしょ。
たね。このアモアミ念のためいつも持ってくんだけどいつも使わねえんだよな。よいしょ。いやーちょっと滑りやすいからな。もう30分は早く帰り出さないとダメだったね。うわこれはずっこけるパターンだ。あぶね、滑るよ。足元はぬかるみ状態です。足を取られてしまいます。うお一気に真っ暗になったな。いやへへへ。足元は苔がたくさん生えていて大変滑りやすい非常に危険な状態です。もう元来た道を見つけられるかも定かではありません。水も深いところがあるので注意が必要です。ねどこだ、まだだな。こういう時ねパックロットだったら両手が使えるが今片手はね完全にロットとタモで封鎖されちゃってるんで、まあ、いかがなものかと思いますよ。多分俺が転がり落ちてきたであろう足跡らしきあとものが見えるので、多分あってます。あった右に吊るした紐も、はい、というわけで帰ってきました。こんな感じでねパルスコットジュニアね小さいサイズこれを投げ込んでいたら最後の最後にねちょっと大きなサイズが釣れてくれてね、ほんとねサイズ感がね小さすぎる、もう超タイニーっていうわけではなくてほんとジュニアサイズっていう感じなんですかね。まあこれのそうですねパルスコットタイニーみたいなの出たらとんでもない餌みたいになっちゃうんじゃないかなって思うんですけども、このジュニアサイズの時点でねかなりよく釣れるルアーだなっていうことで、今回ねタックルそんなに小さいルアー投げるために持っていかなかったので、あまあロデオクラフトの17ポンドクラスっていうちょっとね固めの竿で、無理くり投げてみたんですけども、まあ、結果ねちょっと大きなサイズのバスがかかって、うん、抜き上げにかかる時にあれぐらいまあ強い、5つ目のタックルでよかったね。ああいうの釣ってもね全然針先はね、曲がってもいないから、その小さいながらもでかいの取るぞっていうねギリギリ太い線形の針とかを使ってくれているのかなね。そんな感じで、これよう釣れるルアーなんで、またね夏の終わりまでねどんどん持っていって、まあ夕暮れ時のね、いい感じの時静かなところでポコッってやるときにね、投げてみようかななんていう風に思います。で動画の後半でですね出てたと思うんですけども、はいこれ今回ね結構役立ったのがディーパーからね最近出たこのなんていうのかなサバイバルキットって書いてあったんですけど、まあディーパーパワーランタンってのが正式名称みたいですね。こんな感じでペカーっとねこれね部屋の中だとそんなにわかんないんですけど、あれぐらい真っ暗になるとあ効くなーで、別にこれランタンっていうのが本来の性能ではなくて、ここねインプットアウトプットがあって充電できるよっていうのがねこれの主な仕事になってきます。モバイルバッテリーなんですね。カメラの電池がね切れた時用にねこういつもね
入れているんですけども、今回ももしかしたら暗くなるまで釣りしちゃうかもなーなんて思ったんで、持っていったらこのランタンの性能がねすごいね役立ってくれたっていうことで、今回ねちょっとこれをね久しぶりに視聴者プレゼントっていう感じでね、準備したいと思いますね。ディーパーの人にあのランタンいいねマジ使い勝手いいんだけどっていうことで話して、あれそうでしょいいやつなんだよつって、で自分のとこに来たのはねこういうねなんていうかプロトタイプっていうか、向こうでね本国の方で売ってるようなパッケージなのかな、こういうディーパーサバイバルキットって書いてあって、まあ、この中にこれが入ってるわけなんですけども、日本でね買いたい場合製品版、はい、こんな感じのパッケージになってるみたいなんですね。だからサバイバルキットとかたまに自分が言ってるんですけど、日本での名前はディーパーパワーランタンっていうことでいいみたいですね。こういう感じで、まあどうだろう、サイズ的には自分の手小さいんですけど、このまあこんなものがね、こんぐらいのサイズ、こんなものが入っていて、でここにバッテリー残量とかが表示されて、充電できる、あとここにマグネットがついているんで、これもねあの片付けの時にすごい役立ったんですけども、車の後ろのハッチとか開けるじゃないですか、そこにこうケチコーンってつくんですね。それでこのランタンつけてね、もうちょっと帰ってからも上でも真っ暗になっちゃっていたんですけども、まあ忘れ物とかなくね、しっかりと全部車にしまって帰ることができた。それねここにマグネットがあるから、あこれ便利だよっていうのと、あとここにはなんとなんとこういう感じのハンガーね、まあここにねぶら下げるっていうのもね結構ね案外あると使うんですよ。今回の場合は両手が塞がってちょっと暗闇の中歩くときに、この日ずっとウェーダー履いてたんですけども、ウェーダーのねサスペンダーのベルトにこれを引っ掛けて、でこう行く先をこうやって照らしながらね歩いていたりね、あとはまあテントとかの中でちょっとランタンとして使うときなんかも結構どんなとこにでも引っ掛けやすいような形状なので、これもねすごい便利というわけで、今回ですね夏のお中元企画っていう感じでいいですかね。まあ これはねこれねちょっと1個しか持ってない、これプレゼントできる、これねもうちょっと使いたいんで、これすいません。今回はこれ買うとね7000円近くしますね。なかなかお高いものなんですけども、ディーパーのねスーパー充電器ね、パワーランタン、これをプレゼントしたいと思いますので、でプレゼントの方法はですね自分インスタグラムやっておりますので、クリスマスの時にやったのとね同じような感じなんですけども、インスタグラムのリンク先をですね説明欄に貼っておきますので、そこでこれのプレゼント企画の記事をあげますね。でその記事にまあいいねしてもらって、登録してもらって、いいねしてもらって、そんでもって欲しいですとかね、書いてください。で、締め切りを8月の末日までとさせていただきます。8月の末日までに、その、インスタグラム上で釣り子 TV が上げるですね、記事に、反応してもらって、でその中からですねラッキーな当選者の人を1名決めて、で9月の前半ぐらいにですねこれ、パワーランタンですねこれお送りしたいと思いますので、ぜひですね動画見終わった後ですね説明欄のところからですね、釣り子 TV のインスタグラムに飛んでいただいて、応募していただければなと思います。1個あるとねほんとねどちらかっていうと釣り時よりね本業の仕事の時とかによく使うんですよね。結構真っ暗な撮影現場とかね、桟橋とか船のね行くことがあって、そういう時にねこう足元照らしたり、最後忘れ物ないかなって確認する時にこのねスーパーランタン、モードもいろいろありますんで、これが遠くを照らすモードね、でちょっとこれがテントの中で薄明かりで、楽しみたい時モード、でこの明かりがこの明るさとさらに明るいこの明るさね、いろいろこのボタン一つでですね用途に合わせて使い方が、変えることができますので、これね幸運な1名様ね、プレゼントしたいと思いますので、パルスコットの動画じゃなかったから、まあパワーランタン本当ね最後の最後に活躍したんでね、これもいいものですよっていうことで、はい、これはついてこないです、これついてこない、
ごめんなさい、これついてこないです、ね、今回はこのパワーランタンの新品ね、これね自分もらったやつ、しばらくまだ使ってみたいと思いますんで、ちゃんとしたねこの封が開いてない新しいものですね、新鮮な状態のモバイルバッテリー、こちらを幸運な1名様にプレゼントしようと思いますので、どしどしとご応募ください。というわけで本日の釣り子 TV は、夏のですねトップウォーターゲーム、デプスのパルスコットジュニア、これを投げてみたらめちゃくちゃいいパスが釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。